うねめ武らは、飛鳥時代の貴族。名は、武良、りょう、ちクラ、ジクラとも表記される。生は神、しのち阿そん。以下は、小にしきした、のちじきたい家第二。うねめ氏は、物部氏の一族で、うねめの統括にあたった友の宮や子氏族。元尾おみ古事記中間には、自芸即非命の子、の島を襲いのちが、物部連、べれん、 真の祖であると記されており、仙台旧字本義には、大水口すくね命、小積神、うねめ神等の祖としている。神仙聖四六、右京神別天神には、石神阿孫道祖、神にぎはや日のち六世孫代、水口すくねの後なりとある。初期巻、第二十九によると、天武天皇十年七月、剣白木大使に任ぜられ、小遣いの東また寺と共に、 白木に派遣された。9月に拝聴し、出発の挨拶をした。同じ日に、佐伯広谷が、健康区理事に任命され、同月に、廃屋さしている。その後、いつ、白木から帰国したのかは不明だが、同13年2月には、天武天皇の戦闘構想に関連して、美濃を、小西吉田ウネメシン等を死なのに使いして、地形を見しめたも、 ゼノ地に都つくらむとするかとあり、シナノ戦都の調査のために、シナノ国に派遣されたことがわかる。この直前の記述では、同じ日に、広瀬王、大友康丸及び法願、六次、恩明氏、高尚らが派遣され、綺内に都を作るべき地を視察している。うる四月に、ミノオーラは、シナノ国の図を侵入しており、翌年十月には、カルベ、アシ高田神家、 あなたをマロラは、シナのに暗宮を建造している。ケだし、タバカンヌルユニサチサムと、ギホスカとも記されている。同13年八色の生の制定により、ウネメシン氏は、同年11月に、他の五十二氏と共に、アソン生に改正している。翌年9月、宮古の王、南馬王、武田王、三国とも足、県、犬界大友、大友美も境辺の岩を関、 おつむじ、中富の大島と共に、天皇から、自身の衣と袴とを貸しされている。天皇と白儀をして遊んだ後の話である。翌日、皇太子以下将を48人に、ヒグマの皮とヤギの皮が授けられている。主張元年9月9日、天皇は放御され、上がりの宮が建てられた。武らは内命府以上の官位を持つ夫人の礼をした。この時の遺械は、自家大使。 ネイラクイ文化館によると、自童天皇3年12月25日に、うねめし栄一日が混流されたという。石踏みには、アスカ清元大朝に話大弁館寺か、第二うねめ竹良教と記され、そこは、片浦山地四千台を、造墓所として朝廷にこうたちで、他人がそこで木を切ったり、汚したりすることを禁じるとある。この石踏みは、 河内国石川郡カス村片平山にあり、同村妙賢寺に移されたというが、所在不明となっている。ありがとうございます。